元のあのほらあそこに写真載ってるでしょ。こちらの方とか私の同級生のお母さん。결국생산자와소비자가가까워지면서생산자는더욱많은수익을소비자는더욱신선한먹을거리를보장받게되는거죠いつもならこれの大きいのを焼きナスにしてるんですけど今日はこういう新しいもの出てきたからこれを使ってみようかもそれのレシピ오훌륭한마케팅전략인데요간단한레시피를알려준것만으로도소비자의구매욕구를한껏높여주니말입니다토나미시에서지산지소를가장오랫동안실천해왔다고자신하는아주머니댁에초대를받았습니다무려20년이넘었는데요지산지소가가정에서어떻게쓰이고있는거예요이런나薬かかってないでしょ ですからあのどうしても痛みやすい아니아니채소를너무대충씻는거아니에요この人は綺麗な仕事とかいろいろわかるから안심して買ってきて簡単にできるんです아주머니가생각하는지산지소의또다른핵심은절대채소를냉장고에쌓아두지않는거라고합니다딱먹을만큼만그때그때장을본다는건데요어귀찮지않으세요昔はやっぱ子供小さい時はもう並んで安いもん買ってきましたけど今はもう勉強するようになってからはあのきちっとだから安心して食べます7人家族ですけどあのみんな元気ですよやよわ상다리가부러질것같아요이모든게다토나미시에서생산된식재료로만든겁니다하물며전날수확한채소는하나도없는데요유통거리와시간이짧아진만큼더욱신뢰가가는것은말할것이없습니다음식은아직안먹어봤지만보기만해도신선함을싱싱해요신선함을느낄수가있어요지산지소밥상입니다오이시오이시소비자에겐안전한식탁을또생산자에게안전된소득을보장하는지산지소생산자와소비자가모두행복하게만드는게진정한의미의로컬푸드가아닐까요농산물의이동거리가짧아지면짧아질수록신선도는높아지고요그렇죠가격은낮아집니다그렇죠그렇기때문에예생산자분들은또주변에있는가족분들이랑이웃분들을위해서만들고생산하는거기때문에신경은안쓸래안쓸수가없는거예요그러니까두마리토끼를한번에잡았다고 봐야되는거죠네아주괜찮네요사실어른이돼서도왜어렸을때먹었던그음식이렇게생각이나잖아요맞아요그런데우리아이들가정에서또학교에서이렇게 안전한로컬푸드제공이되니까나중에커서도뭐패스트푸드다그리고뭐국적불명의수입농산물끼어들틈이없겠습니다저도안먹어요 끼어들어버려요 네그렇습니다아그나저나이렇게로컬푸드운동이소비자들한테참좋다는거는알겠는데가격이시중에비해서너무저렴하다보니까농부들한테조금미안할정도거든요 하지만또그게그렇게생각할게아닌게이게농가수에게도움이많이된다면서요네그렇습니다 예. 또그부분에있어서굉장히성공한곳을다녀왔는데요 예. 바로전라북도완주입니다 예. 로컬푸드1번지라고도불리우거든요이곳이 예. 심상치가않은게요이농부가가장어린농부가8살정도되는농부도있고요 네어떤좀조그만농산물가게가있는데연매출이무려57억원이되는곳입니다그럼말그대로정말아까말씀하신대로두마리토끼를잡은곳이죠저랑같이전라북도완주로떠납니다57억이요완주의한마을조용한시골길을걸어가다가요쟤네들 뭐야수상한아이들을발견했습니다마스크까지끼고비장하게걸어오는데손에적은뭐죠얘네뭐야뭐야지금어디가는거예요닭먹이들어요어닭먹이들어요도시에서농촌체험을온꼬마농부들입니다평균나이가8세예요아이들의첫임무는닭들의밥을챙기는일닭이원래지렁이같은거먹는줄알았는데풀을먹으니까신기해요천연항생제나다름이없어서먹는닭과사람모두에게건강한사료랍니다내친김에닭을잡아보겠다며도전한꼬마농부이도시에선쉽게할수없는체험이낯설지만신이나는모양이죠어때닭잡아보니까어때기분좋아요갓나은달걀도직접꺼내봅니다따뜻해
직접 농산물을 수확하며 먹거리에 대해 온몸으로 배워보는 오. 시간이에요. 다 제가 잡은 거예요. 몇 개요? 몇 개?